ロックマン疲れてるね。寝なくて大丈夫？ああ心配してくれてる、深夜にやってるからこれ時間もわかるのか、ロックマンすごいな成長してるね。はい、こんにちは、こんばんは、よろしくチャイムチャです。今ロックマンに心配されながらちょっとゲームやっていきたいと思います深夜にやってるのがバレた。はい、じゃあスタートと頑張ろうね。はい、前回はネット君のお父さんに会いに科学省に行ってきました。で、科学省でお父さん見つけたんだけど、お父さんに会えなくて帰ってきちゃったんだよね。で、行き違いでメールが届いたので、それを開きました。じゃあその続きからやってきます。さて次はね、どうしようか。メール来て、なんかお母さんと仲良くやるんだぞみたいなメールが来てて、これね、うん、お母さんのこと書いてたけどね、省略されてる一回お母さんに話すか。ママどうしたの、何度も出たり入ったりして怒られたのかなじゃあこれは寝ますかね。今日はもう寝ちゃう？今日の出来事は PET にセーブしておこうか。 OK、 セーブできたよ。ネット君お休みと。ストーリー進みましたね。スクールジャック事件から1ヶ月経った。はーい、あの日暮先生が学校をジャックした事件のことだろうね、これ。ワールド3のネット犯罪はさらに激しくなり、その被害は一層深刻なものになってきていた。そして秋葉原町の平和もそう長くは続かなかった。ネット君、朝だって。休みの日くらいゆっくり寝かせろって。今日は第二土曜日だろ。あ、そっか、だろう。で、今日は第三土曜日、学校あるよ。え、やべはい、もうすぐ遅刻するからね、好きあらば遅刻するからね、ネット君。あ、ネット、おはよう。おはよう、ママ。どうしたの、元気ないよ。それが水道が止まっちゃってるから朝ごはん作れなくて。腹減った、喉渇いた。しょうがないよメリーちゃん、ママかわいそうだよ。だけどさ、それより早く行かなきゃ遅刻だって。鬼鬼ってなんだろうあ、メールちゃん、もう遅いよ。ごめんごめん。メルちゃんいつもお迎えに来てるんだね。ネットんち今朝水出た？じゃあメルちゃんちもか？そうなの、朝から顔洗ってないから気持ち悪くて。学校行ったら洗えるけど、洗えるだろ？だといいけどな。ケロって言っちゃった。じゃあ学校来ましたね。おい、一見見てみろよ。これじゃあ学校にも水ないかも。困ったな。まあここだけかもしれないけどさ。だったらいいけど。じゃあ私行ってみる。喉渇いた。水が枯れ果ててますね。あ、わあ遅刻だ。デコがつるっとしてますね。じゃあ学校も水出ないのかな。ここ職員室だっけ、倉庫。お、 HP メモリゲット。他にもなんかアイテム落ちてたりするのかな。ペーパーがたくさん入ってるって言われた。ここには特に何もないかな。この先生なんだろう。何やっとるんだこんなとこで。もうすぐ授業が始まるぞ。いやいかんいかん、怒ると温度が乾いてしまう水ないからね。これは水道局に行くパターンかな。じゃあネット君は
5の A だったよね、確か。ここだよね。話しかけますか。トイレも使えないんだってね。事故？それともまた事件かな？ぐー。こんな時は体力使わないに限るや。喉が渇いたぜ。ネットくん、デカオに。ネットバトルを申し込む？ああ。何回も戦えるんだね。ここだけの話なんだけどさ、 E 組の子が一人昨日からいないんだって。犯罪の匂いがプンプンするわ。あ、授業始まった。今の発言気になるね。ヤイトちゃんがなんか生徒が一人いなくなったって言ってたけど、内緒なんだからね。あ、わかりました。内緒にしますよ、もちろん。それでは、ホーム授業を始めも。先生、うち水出ねえんだよ。そう、今日のホームルームはそのお話から。だから、静かにしてね。てんてんてん。というわけで、今朝からこの町全体、突然水道がストップしてしまいました。先生、原因はわかってるんですか？それがわかんないらしいのよね。だから、いつ元に戻るかもわからないの。マジ？というわけで、学校は臨時でお休みにします。やったぜ。でも、みんなむやみに出歩かないこと。喉が渇いたら困るでしょ？はーい。絶対出歩くやん、デカオ。でもさ、トイレ行けないとかは結構厳しいよね。今はいいけど、このまま水が飲めないと大変なことになるよ、きっと。どこかで原因調べられないかな。そうね。ヤイトちゃん知ってんじゃない？ここだけの話なんだけどさ、B 組の子ね。そう、B 組の子がいないって言ってるから、B 組に、LB 押しちゃった、今。B 組で話聞きに行くかな。この子なんか知ってる？ A 組のヒカルくんじゃ、みんな帰っちゃったよ。喉が渇かないように家でじっとしてるんだって。この子は？いなくなった男子のお父さん、仕事が忙しくって今日も休んでないんだって。こんな時なのにね。いやー、仕事行ってるの？こんな時に。あまり話しかけないでね。喉が渇くの、冷えてるの。怖いなあ。あいつどこ行ったんだろう。 PET で呼び出してもメールでも連絡取れない。気になるよね、このいなくなった子の話。この子はなんかしてる。こんな日は帰ってチップホルダーの整理でもしてるよ。あー、 B 組で話聞いても何にもならなかったな。マリコ先生は大きな声じゃ言えないけど、ジュースとかお酒とか水に関わるものはみんな盗まれちゃったみたいなの。飲めるものが何にもない。これは大変なことだよ、大変なことよ。この子喋りかけられないのか。あ、寝てるね。どうしよう。もう喋りかけたっけ。はいはい。この子は帰ろ。朝ごはん抜きだと元気出ないしね。とはさて、この子はインターネットで調べたけど、デンサンシティの中で水が飲めるところはないみたい。やばいじゃん。じゃあ今みんな水飲めないってことだよね。いや、これはやばいよ。早く帰るんだぞって。いやー、でもなんか普通になんか災害が起こったレベルで、結構街中大変なことになってますけどね。この車前なかったな。ブガブガ。あ、日暮れや、開いてるじゃん。この人は？こんなところに店ができとるの。チップトレーダーの遊び方わかる？私教えてあげよっか。お、話しますか。
このチップトレーダーにいらないチップを何枚か入れると別のチップが1枚出てくるのよ。くじ引きみたいなものね。赤い方は普通のバージョンで3枚チップを入れれば別のチップが出てくるの。青い方は10枚も入れなきゃなんないけどレアなチップがゲットできやすいんだって。どっちで遊ぶかは自由だから手持ちのチップの枚数を考えて好きな方やればいいんじゃないかな。ちなみにいいチップを入れたからっていいものが出てくるとは限らないの。何を入れても3枚は3枚、10枚は10枚、あとは運次第なのよということで、ここでねチップトレーダー使えるんだよね。僕んちさ、服みたいなウイルスがよく出るんだ。それで電気属性のバトルチップを買いに来たんだよ。だって電気属性のチップは水性のウイルスに強いんでしょ。あー出たね、日暮さん、闇太郎、日暮闇太郎教師クビになったからね、チップ屋さん開いたんだろうね、きっと。どんなチップあるんだろう。リカバリー80パネルアウト、エリアスチール、エレキソードバリア。おー、まあ、少ないけど結構売ってるね。これはナンバーマンのデータが入ってる出ます。ネットバトルする出ますか腹立つなちょっと今さ、待ってね、どのチップあるか見るね。これでいいかな。でね、これちょっとやってみたいから赤い方ちょっとチップトレーダー使ってみるか。はーい。さてさて何が出ますかね。キャノンを3つ。はい、ガチャガチャ、ポトン。あ、ワイドソードゲットしましたね。はい、ガチャガチャ、リカバリー30ゲット。よーし、青い方使ってみるっすか。今度はここじゃなくてこれね。はい、これでいいかな。ガチャガチャコトン、キャノン A 全然レアじゃない。これがラスト。はい、何が出るかな、何が出る。あ、インビジブルゲット。いいえ、これで一回チップをね整理しましょうか。これで OK。 ちょっと気晴らしにさ、待って、ナンバーマンと戦う、その前にちょっとチップ見ていい。いやー、もうチップ見るの楽しいな。キャノンいい。あー待って待って、スプレッドガンって今何持ってたっけ。スプレッドガンね、 H と I かで、な、売ってるのが K か。あ、買うかこれは。はいはい、リカバリー800も買うか。これでちょっとチップを入れますかね。リカバリー80と、あとはスプレッドガン、こちらを入れたいですね。はい、スプレッド、スプレッド、スだよね。うわーい。す、どこ、す、ないね。あれ、スプレッドがまだ1個も入れてなかったっけ。なんと、あーやーい、クロスガン変えよっか。で、ショットガン入れようかな。あ、L じゃないな。スプレッドガンが H と I か。HIJ か。うーん、悩みますね。
インビジブル2個もいらないかな。スプレッドガン HIJ でこう連鎖させたいね。アースクエイク、これは強いから使ってみたいんだよね。まだ1回もね戦いで使えてないから。ソードかな、変えるとしたら。はーい。あーでも悩ましい。ちょっとこちら入れたいな。あー悩むな。アースクエイク、これとスプレッドがやっぱ変えるか。え、ちょっと待って、名前順にして、キャノンが並んでるでしょ、でクロスガンでしょ、ショックウェーブ JCK、 スプレッドガンが N、 NI、 これいいかな、一回。じゃあちょっとナンバーマンと戦うね。はーい。このナンバーマンはレアチップマニアだからね。めっちゃ星が3つ来たな。よーし、さて何がもらえるのかな。あ、ナンバーマンゲット。負けたのはオペレーションの腕出ます。チップフォルダーは負けてない出ます。いいね、ヒグレさんのキャラ好きよ。サイコロを振って出た目の10のダメージをエリア全体にって書いてる。いや、マックス60ってことか。そこまでいらんな。そこまで強くないな。チップの整理をしてて、チップの整理が終わりましたので進めていきたいと思います。さて、とりあえず家に帰ったらいいのかな。あれ、お母さんがいない。あ、いたいたいた。ママどうしたんだい。お料理洗濯何もできないからテレビでも見るしかないわね。楽だけどこのままじゃ困るのよね。あ、そうだよね。やっぱ調べるのかな原因。ロックマンと話すか。どうして水が出ないんだろう。どこかで調べられないかな。ネットワークかな。おーい、うん、どうしようか。ここ進んだら何かあったっけ。一回いろんな人に話しかけてみるかな。はい、2点3点してちょっと申し訳ないんですけど、いろんな人にちょっと話しかけに行こうかな。これお水出ないよね。水が使えないと鍋を洗うこともできない。そうだよね。どこだっけ、ネカオの家どこだっけ、ここかな。うん、まあ懐かしい。これなんだっけ名前、ゲームキューブじゃなくて、今話題の最新ゲーム機だ。プラグインしてみたい形だ。ゲームキューブだっけこれ、懐かしいな。え、デカオどこ行ったんだろう。まだ帰ってきてないのかな、デカオくん。じゃあヤイトちゃんちは、あ、ヤイトちゃんもいない。え、みんなみんな僕を仲間外れにしてどこかで遊んでるのか。あ、メールちゃんもいないもんね。だってどこだろう、どこにいるの。あ、でもさ、まあでも家しかないんだよねきっと。あ、水道局に行けばいいのかな。科学省行くとき水道局あったもんね。なっとくん、メールが届いてるよ。メール届いてるって見てみよっか。あ、間違えた。メール届いてるか見てみよっか。やいと、あ、やいとちゃんじゃん。やっぱり事件よって書いてる。 B 組の行方不明の子なんだけど、どうも誘拐されたらしいのよ。というわけで、光くんもその子を探してよね。いつも大変してあげてるんだから、嫌とは言わせないわよ。逆らえない、エイトちゃんには。じゃ、頼んだよ、頼んだわよ。
推進、どこかでお水を売ってたら買ってきてください。どんだけお金あっても水は買えないんだ。なるほどね。じゃあ水道局行ってみようかな。館長街になったよね、確か。はーい。じゃあ館長街行ってきまーす。はい、着きましたー。で、まったくなんだあの態度は。水道局に苦情を言いに行ったんだが、今調べてますって言うだけで詳しいことをちっとも教えてくれ。やっぱ水道局か。ここの奥だったよね、確か。いや、その前にさ、ウッドマンと再戦してもいいかな。負けっぱなしでちょっと尺に触ってるんですよ。サロマさんがね、持ってるネトナミカ、ウッドマン。もうこれね、2戦2敗してるんですよ。だからね、今度こそ勝ちたいんだ。3回やったら、あ、待って。おやー待って。くわー、もう一回やるね。もう一回やる。はい、もう一回やります。待って、くやぴーわ。バースカイか、当てよっか。これ最初だったらね、結構、行きやすいからね。待て。行きやすいって何やねん。当たりやすいからね。いや、ここでフォルテ様使うのはもったいない気がするんで、ワイドソード使おうかなと思います。これで、前に踏み込んでや。あ、待って、当たりに行きましたね。いけないやん。語彙力が。インビジブルしてクロスガーかな、これは。あ、待て、あー、やばい、やばいですけど、フォルテ様で倒しましょう、これは。お、いけるんじゃないか。うわー、いや、ついに。ああ報われました、報われました、イモちゃんの戦いが。はあ、嬉しい。いや、ウッドマンってこんな強かったっけ。アニメでそんな強かったイメージがないんだけど。いやー、手こずりましたね、だいぶ。もうすごい、もうウッドマンとの戦いに私の語彙力が全部持ってかれて、もうわーと、すごいとやばいしか言えなくなっちゃってたもん。勝ったー、みんなー、勝ったよー、ありがとう。負けちゃいましたね。あなたにならこれを渡してもいいですね。ネットはサロマのリンクをゲットした。インターネットのどこかで使うとインターネットで行けるエリアを広げることができます。それを使えばこの辺りのインターネットに入ってこれるはずです。アーマーを売っているネット商人などもいるので一度行ってみてはいかがですか。では自然を大切にしてくださいね。はい、じゃあ水道局に行きますか。やっと行けます、水道局。ここね。どこ行けばいいかな。何者かの手によってジュースが買い占められている。だって、水道局、あ、これ、あ、あれ？後にしてもらえます。今こちらの方と話してますので。見覚えのある顔がいますね、ここに。以上の理由から水道局の施設、特にネットワークのチェックが必要だと判断します。オフィシャルネットバトラーの方ですね。承知しました。お、エンザンくんじゃん、これは。それでは念のため ID カードをお見せください。どうぞ。確かに。エレベーターは ID を差し込めば利用できます。あとは自動運転で水道施設のあるフロアまでご案内します。ありがとう。
ん？なんでガキがこんなところにいる？邪魔だ。あ、行っちゃったね、遠足。んだ、あいつ感じ悪い。自分だって子供のくせにね。でも聞いた？オフィシャルネットバトラーってネット犯罪に対抗するために国が認めてるネットバトラーでしょ？うん、聞いたことあるな。どこでもネットバトルが認められてってちょっと羨ましいな。それにね、どんなネットナビ持ってるんだろう。知らねえ。それより俺たちも施設のあるフロアに行ってみよう。ここかな。そちらは関係者以外に使用できません。ネットくん、スイッチを押さないとダメなんじゃない？ああ、じゃあもう一回受付の人に話しかければいいのかな。こんにちは。お待たせしました。あなたもオフィシャルネットバトラー？いいえ。水不足のことならカウンターの方へどうぞ。私は受付なので分かりません。ああ、じゃあこっちに行けばいいのかな。今、原因を調査中ですから。冷静になりましょう。責任者を出せ。ああ、みんな怒るよね、それは。じゃあここでネットバトラーですって嘘つけばいいのかな。はい。それでしたらまず ID カードをお見せください。てんてん。ないんでしたら水道施設の方にはお通しできませんが。あ、方ね。はい。水道局の方にはお通しできないって言われちゃいましたね。あら、どうするんだろう。ということはですね、お父さんに話しに行けばいいのかな。ここは開く？関係者以外は入ってはいけないようだ。ああ、じゃあこれはロックマンと話すか。水道施設のフロアに行けたら水が出ない原因わかるんだろうけど。まあだよね。ここ行けないのかな。パパンに聞いてみるか。パパンに。パパンいるかな。パパン。ダメだ。隣がうるさいと気が散ってダメだ。この方は科学所へようこそ。ここでは豊かな暮らしを実現するため最先端の科学の研究をしています。なお水不足のことなら水道局でどうぞ。あ、またあなたね。じゃあ光さんのフロアに行くようにしておくわね。じゃあパパン会いに行きますか。パパンところから、パパンところから入れないかな。研究機だ。胸のライセンスカードに光雄一郎と書いてある。そうだパパ、ちょっと借りるよ。悪い。おい。ネット。ヒカリネット。ネットは化学賞ライセンスをゲットした。これで行く気じゃないだろうね、君。いやー、悪知恵働いてますね、ネットくん。では、行きます？はい。じゃあ、ロビーに降りよう。これでですね、これでいけるんじゃない。水道局にパパンから盗み取ったカードを使って。いやでもね、これは悪いことしようとしてるわけじゃないからさ。この秋原町を救おうというネットの心ですから。これでライセンスを使ったらいけるんじゃない。あ、やったね。水道の施設見に行こう。これでいけるんじゃないかな。今日は子供がよく来る日だな。あ、なるほどね。子供って誰のことかな。エンザン君のことかな。これ何してるの。このウォータークーラーも壊れてますね。水が出ませんよ。それはそうでしょうね。そこだけ水出たらおかしなことよ。君は。この奥にいろんな施設の部屋があるんだ。これさて、どこに行けばいいのかな。モニターを見て考え込んでいる。この方は。ん？なんだ君は。ここは関係者以外は入れない場所だぞ。あの、秋原町の水道がストップしてるんです。ああ、うんうん、もう知ってるみたいだね。ポンプの給水プログラムのちょっとしたバグでね、今全力でバグを取っているところなんだ。ま、問題ないんじゃないかな。そうですか。ワールド3のネット犯罪絡みだったら厄介なことだったんだが、わざわざ来てもらってすまなかったね。いえ、それならいいんです。そうだ、せっかくだから見学していけばいい。話はつけておこう。え、そんなことあります。子供がいきなり水道局のこんなプログラムたくさんのとこに入ってきて大丈夫かな。あ、でも入っていいって言われたから覗いてくるか。じゃあその前にセーブするね。
はい、セーブできました。じゃあ市民の皆さんが怒るのは当然だと思うよ。ただ復旧時期はもうすぐ下に伝えられるはずだ。だから安心してほしいな。じゃあプラグインすればいいのかな。どこからプラグインするだろう。水はそのうち出るようになるみたいだけど、見学したら帰る？見学者帰るか。水をきれいにする作業を管理しているコンピューターだ。これ帰るときになんかイベントが起こったりするのかな。ここなんだろう。ここは浄水施設室です。ポンプ室で取り込んだ水をここできれいにするのです。でも今は水が来ていません。いやー、そうね、ここはないんだ。故障したのはポンプ室の方だけど、同じ水道局の技術者として責任を感じますよ。ポンプ室か。ポンプ室に行けばいいんだな。ここかな。明らかに入ってはいけないマークが。鍵がかかっていて開かない。あー、じゃあここかな。あ、円山くんじゃん。何見てんのかな。これは誰だ。君は忙しいんだ。話しかけないでくれ。これは、あ、これはって言ってる。あら、円山くん棒立ち。何見てるんだろう。これはって言ってるけど何もないぞ。ポンプ室入れないね、まだ。プラグインもできないし、ここじゃないのかな。ここでもないもんね。となると、ここ、ここはポンプ室だよ。奥に見えるパイプから水を取り込んでいるんだが、給水プログラムのバグで今は動いていないんだ。ここかな。機械の故障なら直せるんだが、コンピューターのことは私はお手上げだ。ポンプ室、今までこんなことはなかったんですが。ポンプ室どうやって入るんだろう。水はそのうち出るようになるみたいだけど、見学したら帰る？どこから行くんだろう、これ。ねえ、開かないもんね。システムに侵入するのかな？あ、強化プログラムゲットしましたね。やっほーい。HP が増えてる。やったね。人のロッカーを漁ってますこの子。すごいね。いや、何もないな他は。あ、プラグインするか。じゃあプラグイン、ロックマイクゼトランスミッション。よし、トランスミッションしたぞい。じゃあ話しかけるか。きれいな水を管理するのが私たちの役目です。水は命の源です。大切にしましょう。そうね。この子は、あら、小魚マンが出ましたね。これはじゃあちょっと攻撃の、ちょっとどんな攻撃するか気になるから、ちょっと一回ショックウェーブだけするか。なんだあ、はいはいはい、一回当たりたいけど、あ、そういうこと。へえ、面白いね。分かったからもう一回、あれで狙いを定めて槍を投げてくるんだね。あー、面白い。追撃型なのかな。トリプルスピア。この子は、クリーンな水、クリーンな水、僕らで守ろう。ふふん、かわいいな。ロクマはミステリーデータを調べた。3000ゼニーをゲットした。おお、落ちてますね、お金。これはリカバリー 200L をゲットした。お、 L、 L はどでかいな。L はぜひとも入れたいですね。コード L、 なんかあったっけ。あー、めっちゃあるね。
あ、回復系はなんかエルが多いな。ほうほう。じゃあ銃と引き換えにするか。ほうほう。でナンバーマンちょっとかけたね、これ。ちょっとナンバーマンはいらないんじゃないかなと思ってきたので、ソードに変えようか、ナンバーマン。で、K ってあんまりなかった気がするな。あ、ワイドソードとソードか。まあでもあるか、こんなもんか。 OK、 もうないかな。あら、あ、今度水色だ。この子は同じような攻撃してくるのかな。あ、さっきの赤い子よりも HP が低いぞ。ほいほい。ワイドソードはね、縦3マスだから、これいけるんじゃないかな。よいしょ。あ、あーん。早いよね、こいつも。あー、届かないな、これ。縦3マスってどういうことだろう。あ、自分から見てってことか。どうしようかな。これはクロスガンの方がいいかな。これはミニボムかな。よいしょ、おいでー。来ないね。あ、上と下だけ行き来して、あ、来た。はーい。トリプルアロー。あ、じゃあ待ってね。チップ揃えますね。よし。これだけ。の端っこにはミステリーデータないね。はい、じゃあ出ますか。これはフォルテ様だったらよかったな。ショックウェーブしようか。あ、待って。初めて当たった。アーククエイクするか。はい。これ的を当たったらみんなで攻撃してくるのね。はーい。じゃあ、あ、これガッツマンでいいかな。すぎたわ。あ、でもキャノンで倒せるからキャノンで行きますか。よーし。ふう。雑魚的に結構食らいましたね。じゃ出て、どこからプラグインすればいいの。ここ。じゃあ帰るか。見学者帰るって言ってるから帰ってほしいんだよね、きっと。じゃあ帰りましょう。ここは素直にスイッチ押さないとダメなんじゃないって言われた。エレベーターのスイッチがある。ネットワーク学習ライセンスを使ったエレベーターの扉が開いた。ネットくん、なんか引っかからない？何が？さっきの、ほら、単なるバグでオフィシャルネットバトラーが出てくるかな。それに水だけじゃなくて飲めるものが全部なくなってるっていうのも変だし、簡単に解決するような事件じゃないってことか。うん。で、どこかに隠れてみんながいなくなったところに僕らでネットワーク調べてみようよ。うん、それ乗った。問題はどこに隠れるかだけど。いや、これはもうパパンのロッカーとかでしょ、絶対。エレベーターのスイッチがある。ネットは化学障害センスを使った。エレベーターの扉が開いた。はーい、じゃあパパーン。ここなら誰も来ないんじゃない？
パパはどうせだしな。じゃあここにしばらく隠れてようよ。オッケー。え、隠れてる今。ロッカーに入るとかじゃないの。ピンポンパンポーン。よし、12時だ。今日は土曜日。これでみんないなくなるはず。行くぞ。はい、じゃあ水道局の上の方に行ってきますか。ちょっとその前にセーブするね。